当魂の劇団をこのままに。岡本起動。今の劇団、それはこのままでいいと思う。休老私は、幼い君の自由劇場の演劇を見た。なかなか上手だった。しかしあれを今の劇団に直にまた持ってくることもできないでしょうし、分子劇でももちろんあるまい。医師が薬を盛るときに、甚だしく苦い薬であると、 患者は、これは非常によく効くと言われても、飲むのを嫌がる。男はそれでも我慢をして飲みもするが、婦人などは、死んでも私は飲まない、などと、随分と強硬なのがある。命と取り替えのことがそれである。どっちかといえば、見ても見ないでもいい芝居を、いくらいいものでも苦かったら見まいと思う。医師は患者に苦い薬を飲ませる場合に、もなかや、 オムラートに包んで服用させる。患者はそれで聞くと、だんだんと信じ、かつ慣れて苦い薬も飲むようになるのである。今の劇団はこのままでいい、とは、急激な苦い薬を飲ませずに、もなかやオムラートで包んで飲ませようのいいである。私は常にそう思う。芝居の見物は幼稚である。進まないと言われるが、 なるほど、批評家や脚本作家から見れば幼稚でもあり、進まないであろうが、随分と進んではきている。昨年、歌舞伎座と市村座で、コツ寄せの岩藤を演じたが、先代菊五郎のやった一昔の前には、見物は喜んで見ていたのが、今ではコツが寄るのを見ると、いずれも見物は笑った。 今の方がはるかに道具も工夫も巧妙であるでしょうに見物は笑ったしてみると見物は進んでいくこのままでいっても10年後には随分自由劇場も儲かることになるでしょう私は外国へ行ったことはないがあちらでも一般の見物にはイブセンやマーテル・リングなどは受けないのだそうですなそれで自由劇場のような団体がたくさんあるが それも、思わしい決算を見ないで、行き悩みがちだという。私は、見物は進んでいくし、父がなくても子は育つ。一年経てば一つになる。あちらでも見物は甘いものだ。と言って、現状に満足するものでは決してないが、ただ急激な変動を見物に与えたくはない。苦い薬を飲ましたため、患者が懲りてしまって、その医師が流行らなくなるのは本意ではない。 新しい進んだ今の見物には、地と面倒だというものをオムラートで包んでみせるのが私の用意である。一つの方法として、歌舞伎座の田村氏などもよく言うのです。一幕くらいはずば抜けて新しいものを出してごらんなさい。見物は相応に見て苦情も言わないでしょう。と。今の俳優の中で伸ばそうというものも見当たらないが、まず宗之助であろう。 あの人は、お山が適当であると自信して、かなりいい立役がついても、喜ばぬふうであるが、とにかく、年は若し、最も有望なんであろう。菊五郎吉右衛門も、今と大差なしで固まってしまうだろうし、歌舞伎座幹部連も、いずれも年配で先が見えている。大器万成と悲喜が言う英三郎も、ちと怪しいものである。も,っとも今の右左衛門が、 柿津と言った頃は下手さ加減はお話になったものでなく私は到底今のようになろうとは思わなかった私が明治35年頃、歌舞伎座へ柿の木金助という新作ものを書いた筋は名古屋の金の車地歩行をタコに乗って盗むというのだがその金助の役を八百蔵に書き下ろしたところ芝居では柿津にやらそうというので私は あんな下手な人はごめんだ、と断ったことがある。とうとう嘉吉が演じたが、それほどであったので、到底今の右左衛門とは思いもよらなかった。團十郎も30歳までは大根の棟梁であったというから、栄三郎、またどうなるかわからぬが、まずまず怪しいものである。さて、駒蔵とてどうだか。団子は気はあるようだが、柄で難しく。 あげきたればサダンジであろう。あの人が歌舞伎式で成功するとは決して言わぬ。新しいもので言ったらばと思うのである。サダンジに固住している佐ウは、急激者ではダメだが、新しいものだとなかなか良くなる。新作ものにちょっとうまい俳優であるが、しかし、このくらいの俳優ならば、いくらもあるのである。さて、俳優にもまた人がない。